境内入り口、多神社は、新潟県上越市こっちにある神社。式内社、越後国一宮で、旧社格は、剣社。社名、板は、演技式新名帳をはじめ、処分権で見られる古くからの表記である。君について、神儀資料では、下駄、九条家本、武田家本、吉田家本では、見た、新名帳交渉では、コタと見えるが、現在では、コ田と読んでいる。 日本海沿岸に分布する桁神社の一社として、古代には桁と呼ばれたとされ、古田、板と呼ばれるのは後世になってからと考えられている。なお、京、桁と読ませるこれでは、古くは5世紀末の東海山古墳出土鉄拳の栄の名がある。現在の祭神は次の世柱。桁大社の都国一宮。桁神社の総本社か。桁神社の分布総拳は不詳。 首木軍、縁起式神社校では、神代の古跡であると伝える。社地は、慶応2年まで、現社地の北西約1キロメートルの未林山に存在した。前述のように、伊、田神社は、北神を祀る神社と考えられており、兵庫県北部から、新潟県にかけての日本海側に分布する桁神社の一社とされる。この北神は、 出雲の人々に信奉された神とされており、古事記での大国使命による高四国の沼川姫、命へのつまどい説話と同様に、桁神の分布は、出雲勢力の北陸地方への進出を物語ると考えられている。神社所蔵文書では公認4年に、巨多神の神界が、6位から十5位下に少女されたといい、その後神界は、上岸3年24位下に少女された。 延長5年成立の演技式新明帳では、越後国区引群に、伊、他神社と記載され、式内社に列している。また、長野軍祭の条約4年6月10日記事では、北神として記載が見えるほか、社殿では、上限元,元年に、新蘭が越後国府に流罪になった際には、い、他神社に参詣したという。南北朝時代以降は、 他神社は守護神杉家からの崇敬を受けて、越後国の一宮に位置づけられたとされる。い、他神社を一宮とする資料は、上和三年のい、他神社所蔵文書を所見として、他のい、他神社文書や上杉家文書等にも参見される。一方、越後国の一宮として知られる神社には、八彦村のいよいよ彦神社がある。 これら越後国の一宮制の展開の詳細は明らかでないが、平安期までは、一宮の故障自体は使用していなかったもののいよいよ、彦神社が実質的な一宮であったとみて、南北朝期に言い、他神社が上杉家の崇敬を得て、一宮を交渉するとともに、いよいよ彦神社側でも、一宮を称し始めたとする説がある。上和三連には、幕府から修繕費として、 大多持が与えられたほか、官能2年には、越後守護、上杉範明から荒巻多持が寄進された。また、文明18年には、京都上皇院の行恵が、長京2年には、京都小国寺僧の万里修句が居、他神社に参詣している。北国機構によると、長崎という官主がシャを担ったとあり、そのことではいた信が、神宮皇后の三冠性伐の頃から、 国会用語の神として新たかであるとしている。この神主の花ヶ崎氏は、人形国士として、越後国に下った、有力財長であったとされ、現在まで神職を継承している。戦国時代には戦乱に巻き込まれており、天文2年に、上杉貞則によって社殿が焼かれ、同年に守護代、長尾溜影は、上杉貞則ら倒滅を祈願して、社殿再興を訳した。 また、上杉謙信の死後、天正6年から始まった後継者争いでは、上杉影虎方についたため上杉影勝方の攻撃を受けて、社殿を消失した。この時に、新刊の花ヶ崎森貞、家森婦子は国外に逃亡し、森貞は国外で死去したが、家森は継承の合図天望後に、堀修司が、春日山城に入った際に帰国した。慶長4年には、 堀州寺から車両として13国が与えられ、江戸時代に入ってから慶長16年には、幕府から、主因地として100国が与えられた。慶応2年には、未林山の社地が、海岸侵食によって崩壊し、新礼は、偶自宅に遷座し、放災された。明治維新後、明治5年5月に、近代社格制度において後者に列し、明治6年5月に県舎に昇格した。 明治12年に現在地に社殿が造営され先座した。この社殿は明治35年に火災で消失、明治40年に仮社殿が造営された。その後、平成20年6月に本社殿が造営されて現在に至っている。六国史における深海、宝所の記録。表記はいずれも巨多新。社地は、 慶応2年までは、現社地北西約1キロメートルにある、三輪山にあったが、明治12年に現在地に移転した。現在の社殿は、平成20年6月の造営。境内には、葉が片方にのみ生える足、片葉の足が群生する。伝承では、親蘭がいい、他神社に参拝して、祈願をすると、境内の足が一夜にして、片葉になったという。この片葉のは、 越後七不思議の一つにも数えられている。なお、慶応2年までの旧社地では、境内社として、天神社、八幡社、稲荷社、八坂社,社、諏訪社、大間神社の6社が祀られていた。伊多神社で行われる、主な祭事。所在地交通アクセス周辺注釈出展。ありがとうございます。